はい、こんにちは。今日も習慣化のお話です。スモールエリア&ビッグエリアっていうお話をしていきます。ある行動を習慣化していくために、皆さんこの動画とかこれ以前の動画っていう見直して見ていただいているかと思うんですけれども、単に習慣化を身につけていくためにはゴールを掲げるだけっていうのじゃ、ダメなわけではないんですけど物足りないんですよね。で、それっていうのは達成するためにやっぱり具体的かつ細かな行動に落とし込んでいく必要っていうのがあるんですよね。それを最初のスモールステップっていうんです。例えば皆さんが体重を5キロ落とすっていう目標を立てますよね。それをゴールとして何をするかっていう、この何をっていう部分を作っていくっていうのがスモールステップになります。運動で落とすなら、ステップアップしていって無理なく簡単にできるものからやっていくのか、あるいは運動をせざるを得ない環境にするために、ジムに通うとかトレーニング用のウェアを買うとかね、トレーニングウェアを買って、7000円もしたのに運動しないなんて、もったいないっていう、ちょっと焦りを生むみたいな、そんな感じですね。で、運動して、ダイエットをしていくっていうことを決めたのであれば、それを分解してって、でリストアップしてクリアできるもの、クリアしたものにチェックをつけていくっていうようなことをやっていくっていうのが習慣化を身につけていくのに大事なんですね。で、その一方でスモールステップ、今みたいにじゃあ運動します、運動してダイエットをします、じゃあジムに行くとか、1日1回何かの筋トレをしますとか、トレーニング用のウェアを買いますとか、シューズを買いますとかっていう風なスモールステップを組み込まない場合、一体どうなってしまうのかっていうと、これ実験で同じくダイエットを題材にスモールステップを組み込んだグループと組み込まなかったグループに分けてダイエットに取り組んでもらったんですね。で、組み込んだグループっていうのは組み込まなかったグループよりも 20% 多く体重が落ちたということなんですね。だから単純に5キロっていう目標を決めたとしたら、スモールステップは5キロ落として、でやらなかった方は 4キロしか落ちなかったっていうことなんですね。4キロ落ちたら十分って考える人ももしかしたらいるかもしれないんですけれども、でちなみに目標体重だけを設定して行ったグループ、つまり5キロとか、例えば、今60キロだから55キロに落とすとかっていう風な目標体重だけを設定した場合は、落ちるどころか逆にスタートよりも体重が上がりましたよっていう結果が多かったっていう、ことなんですね。で、これはなんでっていうと、達成しようと難題な取り組みにどうしてもついつい体を動かしがち、目を向けがちになってしまって、モチベーションっていうのを維持することができないで、結局続かないで挫折してしまって、途中まで頑張ったけど結果元の生活に戻ってリバウンドしてしまうっていうようなことなんですよね。はい、このスモールステップをやっていくのにもう一つ大切なポイントっていうのが、ステップの始めっていうのは、最初のポイントは何かというと、細かくしていきましょうということ。で、もう一つは物足りないくらい簡単にできることから始めていきましょうということです。例えば筋トレであればスクワット1回とか、勉強なら英単語を1つ覚える、もっとできるのにな、まだまだやりたいのになって思うところから、徐々に1日ごととか朝やって夜にもう1回増やすとかっていう風に、ちょっとずつちょっとずつ段階を追って量と幅っていうのを増やしていくっていうのが大事だということなんですね。で、こうすることによって何がいいかっていうと、物足りないのにそんなやったって意味あるのっていう意見もあるかと思うんですけど、そうではなくって、前に進んでいる、つまり成長しているという感覚がモチベーションの維持、持続性っていうのをもたらしてくれるということなんですね。で、さらにもっと頑張ろうって思えるかどうか、要は習慣化を身につけようとするかどうかっていうのは、記録をつけていって、ノートなりスマホのメモ帳なりで OK なので、スタートしてスクワットが始めてから何日でどのくらいの回数までできるようになったのか、それか連続してとかね、できるようになったのか、あるいは英単語だったら、1日1個2個3個って覚えてって、で10日振り返った時に何個覚えることができたのかっていうのを振り返って、成長を実感できると、さらにもっと頑張ろうっていう風に習慣化が身につくのが早くなっていきます。ところがスモールステップの注意点も実はあって、これは何かっていうと、やることっていうのを細かくしすぎると進捗っていうのがゆっくりになってしまうし、細かくしていくほど準備も多くなっていってしまうので、結果始めるまでの手間がかかったりとか、あるいはやっていって振り返ってみたら、
まだ2メートルしか進んでへんのみたいな感じで、成長を実感しにくくなってしまうので、これは NG と。だから適度な細かさに区切って、かつ物足りないところから始めていって成長を実感できるようにしていきましょうというのがツボになります。でしかも進捗が遅いとゴール見失うんですよ。何のためにやってんのっていう風に。だからその対策としてビッグエリアっていうのが出てきます。でこれは何かというと、3日に1回とか1週間に1回っていう風に定期的に何のために何を目指してこのステップを踏んでいるのかっていうのを見直すことのことを言います。日々やっている皆さんの小さな小さなその取り組みっていうのが、本当の大きな達成したいゴールのために意識しておくことが大事と。小さな小さなステップを踏んでいるっていうのは、ここゴールにたどり着くために、富士山の山頂を登るためにやっていることなんだっていうことを常に意識しておくっていうことが大事ですと。ところが日々の取り組みに頑張りすぎてしまうがゆえに、どこに向かってたんだっけ俺っていう風になってしまうんで、そうならないためにビッグエリアっていうので定期的に思い出すのが大事ですよっていうことです。はい。で、振り返りをするときには、今自分はスタートから何歩進んでいて、ゴールまで何歩歩かなくちゃいけないんだっていう、その進んだ距離と残っている距離っていうのを確認することっていうのが大事になります。ちなみに人っていうのは、そのビッグエリアの部分に関しては、おおよそお金か人間関係、恋愛か、もしくは健康っていう、この3つ、まあ、いわゆるビッグ3と呼ばれてるんですけれども、をゴールにしているケースが多いので、何のためにやってるのかなっていうのが分からなくなった場合は、この3つにヒントを、もらって、あ、このためかこのためかっていうのを繰り返りをしていくのがいいというふうに思います。習慣化を身につけていく際には、まあ、大きなゴールのためにこう細かなステップを刻んでいくのが大事ですよということをこの動画で伝えているんですけれども、まあ、あなたがゴール達成、こういうゴールに私は向かいたいです、まあ、体重を落としたいとか、だから、まあ、禁煙をしたい、禁煙をしたいんだったら1日のタバコの本数っていうのを1本ずつ減らしていくとか、それから数時間帯っていうのを減らしていくとかっていうような形ですよね。で、初めに踏み出せる一歩っていうのは一体何なのかっていうことを用意するっていうのがすごく大事になります。だからダイエットの例みたいに、まずはもう強制的にやらせる方がいいからジムに登録をしてしまう方がいいのか、それとも家でできる簡単な腕立て1日1回から始めてみようかとか、それともお金の部分、お金を使ってでもちょっとまあ焦りを生むためにウェアを買うとか、あるいは食事で何とかしようかなって思うんだったらプロテインを買って飲むとかっていうような形で、あなたが一歩踏み出せるスモールステップっていうのをまずは用意してリストアップしていって、それを数多く書いていって、できたものにチェックをつけて、あ、これならできる、あれならできるっていう風に成長を実感していく。そうすることによって皆さんが目指す、私はここにたどり着きたい、5キロ落としたいっていうようなゴールにたどり着けるようになりますので、ぜひこのスモールステップ、そして何のためにやってたんだっけなっていうのを振り返るためにビッグエリアっていうのを用意して取り組んでみてください。これが習慣化をさらに加速させていくためのテクニックになっています。ということで本日の動画以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。